川本山です。マサヨガ中学校2年の塚本ひかるです。2年生になった塚本選手とまた、ね、対決をやっていきたいと思います。最近の実績を教えてください。JOC でシングルスダブルス2冠しました。あ、ダブルスも勝った。シングルスも。すごいな。え、ダブルスのペアは誰？宮田くん。で、シングルスは決勝誰と？田中春樹。田中君。あ、そこね。じゃ多分僕これ普通やっても勝てないんで、ちょっとハンデもらっていいですか？試合にならないんで。なんか、ワンゼロしたって全部。はい。で僕はワンゼロリード。優しいね。優しいね。まあ僕の方が20個もね、上なんですけども、今日は塚本君に1ポイントリード。全部のゲーム1ポイントリードから。もし仮にファイナル行っても、ワンゼロスタートで。はい。ワンゼロスタートで、7ゲームマッチをね、やっていきたいと思います。意気込みお願いします。今回も頑張ります。セルキしねえんだよな、ニーダスねえんだよな。何やるか教えて。何を使ってくるか。ツイストなのか、打ってくるのかどうか。フォアを打ちます。わかりました。今回は塚本選手と3回目のシングルスの対決をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。レッツゴー。ゴー。今日は勝つ。1ポイントリードしてみた。
よし、すごい、えい、もったいね今。
ライバありがとうございました。結果は4対2で塚本光選手の勝ちでした。ありがとうございまし た, ました。この1ポイントリードをもらっても勝てないっていうねどんな感じでしたか、この1ポイントリードは。1ポイントだけでもこんな違うんだな結構気持ち全然違うよね。こっちもなんか負けてても 1-0 からスタートだったら1ポイント目取ったらもう 2-0 だから全然ね気持ち違うから、これワンチャンファイナル行ったら大人のメンタルの価値あるなと思ったけどそれをさらに余裕で上回ってくる塚本選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやでも今回はねリベンジにならなかったんでちょっとまた特訓してくるんで次は2対0スタートでよろしくお願いします2対0だったらやりたくないよねでもそれぐらいね今回も本当に圧倒的な差を見つけられてしまったんですが、またね今年の都道府県大会もあるだろうし来年の全日もまだまだ残ってると思うのでこの日をぜひまた頑張ってください。またリベンジさせてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はありがとうございました。バイバイ。